はい皆さんこんにちは今回の授業もね正式の割り算についての話ですはいではテーマを確認してみます常用定理の活用問題この問題ではねどういうことがテーマになっているかかいつまんで話を進めていきます正式 FX がありますそれを X の二次式で割るんです正式 FX を X の二次式で割ると割り算したときに小が発生しますそして余りが発生しますね 元の正式 fx は割ってる式が二次式だったら小 9x がかけられて足すことの余りの式が来ればこの右辺の式をパラ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 展開整理していけば当然 fx と一致することは理解できますよねこの式を作ることが大事なんです二次式で割っているから余りは一次式の形一次式というのは ax プラス b と置けるわけですはいここで言いたかった一番大事なことをこの二行にしてみました 正式 f x を二次式で割ると余りは必ず a x プラス b の形になるよということです。この余りの設定を用いたちょっとハイレベルな問題を今回を今回は考えていきたいと思います。はい、では例題を考えていきましょう。正式 f x は f 一イコール一 f2 イコール3を満たすものとすると、まずこの問題文の中で重要なのはこの時の後ろの文章です。f(x) を具体的な二次式で割ってるんです。その時の余りを求めろなんです。具体的な二次式で割った時の余りを求めろね。正式 f(x) があります。割り算すると商が発生します。 割ってる式は x 引く1かける x 引く2です。二次式で割った時の余りは ax プラス b の形です。そうするとこれが x 引く1 x 引く2で割った時の余りとなります。今この問題ではこの二次式で割った余りを求めろですから。 この部分が求めるべき余りの式となるわけですところがここに文字 AB がついているこの文字 AB は未知数なんですねちょっと字がね、えー、下手くそに書いてしまったけども読んでて意味はわかるねここについている文字 AB は未知数として登場しているということです この未知数 a b をどのようにして求めようかということです。これがね、問題文のこの時以後の文章を数式で表したものです。では、この時以前の文章を数式で表してみましょう。というよりは数式になってるんですね。はい、問題の条件から。問題の前半の条件から。 1> f 一イコール一です。f 二イコール三です。問題の前半の条件から f 一イコール一、f 二イコール三ね。そして今回のテーマであるポイントとなるべき式がこの星実質の関係式です。この二つをつなげたいんです。この二つをね。そうするとよく見てください。ここに f 関っこ一と書いてあるんです。f 関っこ一ね。ここに f 関っこ二と書いてあります。 上には星印 f x でスタートしてるんです。f 1イコール1を使うためには、f 1イコール1の条件を使うためには、ここの x に1を代入してみたらどうでしょうか。f 1イコール1の条件とつなげるためには、この x に1を代入してみましょう。1代入しますと、1代入。ここに1が代入されてゼロになっちゃいますね。これ1箇所ゼロになればトータルしてゼロになります。はい、言いたかったのはね、この星印の式は。 F1 に真似して計算を進めるここに1代入するとうまい具合に計算が進みそうな感じがしているわけです。では星印に。X イコール1 2をそれぞれ代入します。はい。 じゃままず代入しすよ f 代入しますよ, f 代入しますよここ1ねとこれが q 1でもここが1代入されるとゼロ全体通して0です。星印に星印の f x の式に今1を代入したら F1 イコールここが0になって全体通してかける0その後ろが a+b0 すがかけられるから 9, 9かっこ1かける0は0消滅します a+b すだけです同様にして f2f2 も92かける 0+2a+b すですねはい。 2を代入します2代入 F2 そのまんま q 2が出てきます q 2ねでも後ろここ x く2がいますから2を代入するとこの箇所が0で全体通して0が落ちてきますそして ax+b に2が代入されて 2a+b はいここに0がおりますからこの部分は0消滅して 2a+b ですはいここまででこれ以後何をすればいいか見えてきましたここですね F1 イコール1 F1 イコール A たす B これとこれがつながる次 F2 イコール3一番下 F2 イコール 2A たす B 2A たす B と3がつながるねこれで未知数 AB の連立一次方程式ができたわけですここで一旦画面をね切って連立方程式を立ち上げて解いていくことにしますはい、では回答の続き、えー、やっていきます先ほど F1 イコール A+BF2 す、B、F イコール 2A+B す、B、の式を得ていたわけです。そしてその前に条件からという言葉遣いで F1 F2 イイコール F イコーールルというものがあったわけですそうすると F1 イコール1ですからここにイコールをつけて1。F2 イコール3という条件がありましたからここに F2 イコール3の条件を入れてしまいました。 この上のところ、えー、この前というべきな、この前のところに f1 イコール1、f2 イコール3という条件が書き込まれていた。同じ f1 だからイコールでつながれたわけです。とこれで連立方程式 a 足す b イコール1、2a 足す b イコール3、これを解いて。 加減法で解けば、えー、この二つの式ね加減法で解くと右側の式から左側の、えー、右側の式から左側の式を引けば A が出てきます。A イコール2。A が2ですと B がマイナス1。はい。ここのところで求めている未知数 A、B の連立方程式ができたわけです。よって求める余りは。 2x マイナス1と。最後のところいいかな、えー、？f カッコ1イコール a プラス b、f にイコール 2a プラス b と問題の条件式をイコールイコールでつなげて ab の連立方程式を立ち上げて解いた。その結果求める余りは 2x 引く1です。はいここまでが例題の解説です。解説を終わりにします。 では練習問題に行ってみましょう。正式 f(x) を x-1、x+3 で割った時の余りをそれぞれ1、3とする。これは問題の前半部は一次式で割った余りの話です。そしてこの時以後はどんな話になってるか。正式 f(x) を二次式で割った時の余りを求めろなんです。二次式で割った時の余りは2次式で割った時の余りは ax+b で、それで設定するのがいいわけです。ですから。 fx イコール qx は小です割り算している二次式を今書き込んでますこれは割り算している小です二次式の後ろに引き続いているプラス ax プラス b これが求める余りです 止めるあまりね。はい、これで、えー、割っている式、小あまりが設定できました。当然この a と b が未知数ですよ。未知数。あ、これこの式、二次式ね、展開整理してあるよね。これ因数分解できるよね。因数分解。因数分解しておきます。えー、定数項が3ですから、かけて3、1と3を使えばうまく因数分解が完了します。 因数分解したら何か気がつきましたよね x-1 同じ式が現れました x-3 同じ式が現れましたどうも問題文の前半と問題文の前半とこの式は関係がありそうですはいではこの時より前の文章ね fx を x-1 引くで割った余りの話です fx を x-3 引くで割った余りの話一次式で割った余りは 常用の定理を使うと速攻できるって話を以前にしましたよね。その乗用の定理を使って余りを計算するとどうなるか乗用の定理を使うと乗用の定理から f x を x く1 あるいは x く3で割った余りは上与の定理から f x を x く1カンマ x く3で割った時の余りは確か。 fx の x に1を代入すれば x-1 引くで割った余り fx の x に3を代入すれば割り算したときの余りになる上位の定理で余りはこのような形で表せるわけですはい。そしてちょっと赤で下線引きますねここなんです fx を x-1 引く x 引く3で割った。余りはどうなってるか？問題条件でね。それぞれ13とするもんです。はっきり見えるかな？fx を x-1 で割った時の余りはね。1。なんですよ。fx を x-3 で割った時の余りは3。なんですよって言ってるんです。そうすると問題条件とこれつながるでしょう。fx を x-1x-3 で割った時の余りはここ線引きます。 同じ赤線引きました。はい。f x を x 引く1、x 引く3で割った余りは常用の定理から f1 と f3 ね。そして問題文に赤線を引きました。それは余りは1と3って書いてあるんです。同じ文章ですよね。余りの表現がこっちが余り1,3、こっちが余り f1、f3 なんです。つまり何がわかったか。この赤の かせん赤の下線を引いたところをチェックすると、こっちはあまり一三、こっちはあまりが f1f3 ですから、つまり f1 イコール一、f3 イコール三を得たわけです。はい、この赤線赤の線を引いたところの文章をつなげるとこの式につまりたどり着きましたよって話です。はい、一旦ここまでで計算を止めてね、次この説明を続けていきます。一旦止めます。 では先ほどの続きね。先ほどは F1 イコール1、F3 イコール3まで話が進んでいったわけです。さてと、この先どうするか。この先どうするか。気がついた何やったらいいか、えー。私たちが求めたかった余りっていうのはどこにいました星印にあまり AX プラス B がいるんです。あの星印のあまり AX プラス B の A と B を求めることがこの問題の最後の最後の爪になるんですよね。ここまで条件が進んできました。 星印に対してどうしたらいいんでしょう例題と同じですね星2 x イコン1、3をそれぞれ代入するんですはい、F1 の式キャ作りますよ F1 ね x に1代入すると 9x のところにも1が代入されます ところがその後ろ x く1という1しかいてね x く1に1が代入されたと0になる後ろの x く2に1が代入された時は0じゃないけどトータルして0になるわけです。ax プラス b に a x+b プラスの x に1が代入された状態ですから a すす b ですここに0がいるから0消滅してしまい a+b すが残ります。 その次に三を代入していきます。九括弧三、これはどんな値だかわかりません。しかしこの後ろの二次式は x。x 引く一かける x 引く三、x 引く三がいましたよね。x 引く三がね。そこに三が代入されまして、ゼロ。ここ全体通してかけるゼロになってきます。a x プラス b に三が代入されて三 a プラス b。 この場所がこの部分がゼロ消滅して三エタスビーです。はい。F 一はエタスビーこちらの F 一は一イコールでつないでエタスビーイコール一同じように三エタスビーイコール三でつながってきますね。えー、よって同じ F 一同士ですから同じ F 一同士ですからエタスビーは上の一とつながり三エタスビーは 上の三とつながると。はい、こ,これでお待ちかねの。連立一次方程式が。立ち上がったわけです。連立一次方程式ね。パパッと加減法で解いてしまうと。解くと。a が一です。簡単な加減法ね。パーンと引いてあげると。 2a イコール2で a が1、a が1なら b が0です。この結果、求める余りは、求める余りは ax プラス b でしたから、a イコール1、b イコール0が代入されて求めるあ余りは非常に綺麗になりましたね。求める余りはシンプルな式。 ただの X になりました。はい、えー、この練習問題の内容、この部分のつなげ方が難しかったんですね。ここが例題と違う部分です。しっかりと復習をして、いい頑張ってこのハイレベルな問題をこなせるようにしといてください。練習の解説はここまでです。はい、最後のねまとめを押さえておきましょう。重要なのはこれです。 正式 f x を2次式で割るとはよくわかんないんです余りは2次式よりも小さい次数の小さい ax b の形ね2次式の余りを求める時には余りを a x+b の,の形で設定しまして条件に従って a と b を求めるこれが今回の例題練習問題の重要なところあまりの設定がしっかりできなくてはいけなかったということです。 はいこれで今日の授業は終わりにしますはい皆さんお疲れ様でした